見てくれてありがとうございます。11月の11日と15日に大阪南港に行きました。11日は部屋先は見ることはできなかったんですね。どうしても見たくて15日に再び行きました。森の中ですけれども、森の小鳥は今回は、遠慮してですね、展望塔から見える水鳥だけに専念しました。ここが素晴らしいのはですね、私のような、退職後の、年金とアルバイトというかね、ちょっとした仕事で生きている人間にはですね、展望塔に入るのも駐車場も無料というんですね。それが素晴らしい。展望塔から見た景色ですね、真っ赤な木、これは南京ハゼですね。南京ハゼが前に2本見えています。綺麗な景色ですね。南京ハゼには白い実がついていますね。そしてね、11日と15日をお知らせします。11日ね、赤足やその前のですね、真ん中の池、中池の手前の日当たりのところにいましたね。赤足シギですね。実は11日はですね、昼から1時に皆さん半分ぐらい帰られてから来たんですよね。他回りましたね。だから1日に2カ所以上回ってるんですもん、最近は。YouTube 動画をアップ しようということがありましてね。ですので、もう帰られた後なんで、その太陽の位置の関係でですね、なんか色がもう一度出ないんですね。真ん中とかですね、南池は色が出ません。こういうね、浅い場所をね、水の中ですんで、3までいるのが分かりましたね。仲良くですね、この3羽でね、餌をついばんでますね。で、誰が先頭というわけではないんですね。誰かが一応が左に歩くとみんなついていくという感じで、水浴びを時々したりですね。右のシギは水浴びをしてますね。11日はね、イソシギも1羽見ました。イソシギもね、尾羽を上下に振ってですね、見ていますと可愛らしい。いつも1羽でいますね、群れじゃないですね。そして一年中見ることができますね。で、真ん中のちょっと遠くの池ですね、赤足シギとほぼ同じ大きさですので、コウアオアシギだと思いますよね。ちょっとコウアオアシギ小さいですね。2羽でいましたね、11日。いやー、いつまでもこういうシギが見れる。甲子園浜もですね、そして15日ですね、これ朝から行ったんですね、15日はね。でそれ太陽の光の加減でもう全然見え方が違いますね。真ん中の同じ池なんですが、色が見えますね。赤足シギと、そして今度ね、大きいですね、青足ギですね。でちょっとくちばしが上に反ってます。それで15日じゃない、浜シギの大きな群れに出会ったんですね。で15日はですね、もう9時15分から行ったんですけどね、もうすでにですね、エキスパートの方、大きい望遠のカメラを備えている人がいっぱいいましたね。そしてね、南京ハゼ、赤い葉っぱの南京ハゼの下のあたりにですね、カワセミがいましたね。
もう要するにエキスパートの人が多いんでね、その会話で勉強なんですね。私一人ですんで、誰かがね、あそこに川澄がいるよって言われたらですね、すぐ私もそう見るんですね。だから一人の二つの眼よりも20人の40個の眼の方が発見力があればいいですね。この川澄に何回もね、ダイビングしては戻るというのを繰り返しましたね。どっか遠くへ行くんかなと思ったらまた戻ってくるんですね。でよく見るとね、あ、今丸いのを加えてましたね。エビとかこの丸いのとかをですね加えてるんですね。横エビか海の筋エビか、あるいはこの丸いのはこの南京アゼの身が落ちて柔らかくなってるかもしれませんな。何回も繰り返します。カワセミですね。南京ハゼの真下ですね。そして、ね、11日はですね、ジョビタキのメスが、展望塔から見えました。11日ですけどね、これはね、北池の方を見ますと太陽の加減で色が出ますね。だからそしてですね、もういろんなカモが来てます。マガモ、ヒドリガモ、カルガモ、オナガガモ、トモエガモ、ハシビロガモ、コガモ、カヨシガモ、もういろいろ来てますね。マガモがこの場所は多いんですけどね、トモエガモが15日いたんですね。この辺りでは珍しいんですね。そして15日ね、川魚の間にウミアイサが泳いでました。これメスですね。本当にね、もう私座るとこないからですね、長い三脚ですね、あっち行ったりこっち出してましたが、もう嬉しいのはですね、エキスパートの方が大勢おられてね、あそこに何々がいる、注意が来たとかね、ウミアイサが一羽いるとかね、見つけてくれるんで助かりましたね。白石霊もいました。なんか三色鬼のような泊まり方をしましたね。そして鬼くぼみがある飛び、初め注意かなと思ったんですけど、飛びが飛んでましたね。尾がですね、丸く出るんじゃなくてへこむんですね。トンビ、トビですね。でミサゴが止まるこの杭のところにですね、トビが止まりましたね。珍しいですね。ただね、ミサゴに追い出されましたね。そこは僕の杭だぞという感じでね。コサギがいますね。そしてですね、オオタが止まってるかなと思いましたが、アオサギが木に止まってました。2羽止まってましたね。11日ですね、これね。そしてね、15日やっとヘラサケに今年も会えたんですね。これね、起きましたけど、ね、ほとんど寝てるんですけどね、起きたりは後ろからね、こう大サギが近づいてきたんですね。するとね、起きましたね。
で大鷺の後ろから小鷺も近づいてきたんですね。3種類の白鷺ですね。ヘラ鷺はね、あんまり遠くへ行ってくれという感じでね、飛んで別の場所へ行くんですけどね、ちょっとスローでお見せしますね。ヘラ鷺の飛ぶ姿です。そしてね、まあどっか違うとこ行くんかなと思ったんですが、また戻ってくるんですね。これ何回か繰り返しましたね。ヘラ鷺が戻ってくる、でまた飛んだりしましてね、でまた戻ってくるんですよ。これね、ウミアイサのメスがいたあたりですね。あー、ヘラサギですね。このしゃもじのようなくちばし、そしてその先っちょのとこが、少し黄色くなってるんですね。面白いくちばしですね。いや、これを見るたびにですね、15日、念願叶いましたね。11日ミサゴはですね、ザーッと飛行場で飛行機が滑走するような感じで何か撮ってましたね。ザーッと降りて、そしてまた降りて、なんか撮るわけです。面白い撮り方ですね。あ、これなんか撮ったみたいな感じにしますね。何か獲物を撮りますと小さいと思いますね。取りますどっかの木に止まりまして、自分の好きな枝に止まりまして、巣も決まってますからね。でそこで食べるわけです。あ、これはね、実はこれ、今大きい魚を取ってますね。ボラかスズキだと思う。そのボラでしたらイナですね。イナ、ボラ、トドと言いますね。名前が変わるですね。トド、トドのつまり60センチ、70センチ以上のボラですね。もうこれそれ以上大きいない、トドのつまりそれ以上大きくない。スズキでしたらね、イナですね。生後、あ、いない、生後です。生後羽鈴木となりますからね、大きくの名前が。で、チヌはね、これ15日ですからね、クイの上に泊まってですね、チヌじゃないの、ミサゴがですね、クイに泊まりましてね、これ平たい魚なんですね。おお、本当に身近なクイですのでね、ここに泊まりますとよく見えますよね。平たい魚、大阪湾チヌの海と言います。ちょっとゆっくりお見せしてするとね、これちょうどね、平たいのは分かるんですけど、ちょっとトゲが見えましたね。で、チヌクロダイじゃなくて、トゲがあったらアイゴね。平たい魚、ウミタナゴにもいるんですけどね、アイゴかもしれません。ちょっと遠くで分かりにくいです。アイゴかチヌクロダイですね。アイゴはね、アイゴのね、その背びれのトゲとかがね、腹びれのトゲは、ね、毒があるんですね。えちらですね。15日も11日も注意が来ました。で、あ、これ飛び姿見えるかなと、こうね、長く見えるかなと思ったら、南の池に行きまして、こう飛んでですね、南の池に行きまして、尾が真ん中のへこみがありませんね。南の池に行きまして、森の中に入って見えない、ほとんど時々出てくる。それでですね、
以前撮った注意の動画をお見せしますが、これですね、この時はですね、ものすごいサービスが良くてですね、展望塔の前をね飛び回ってくれたんですよ。するとね、中飛らしさが見えてきますね。この頭が白いね、ミサゴも白いですけど、ちょっと違うし、で胸とかですね、背中も白いんですね。そして、こんな風にですね、もうで、注意が来ますとね、カマはみんな一斉に飛び立ちますね。ミサゴやトビではね、知らんふりです。だからね、注意がカモも食べ物と思っているのがよくわかりますね。だから注意に食べられないように逃げるわけですね。全体がなんか白っぽいですよ。白っぽいのが多ければメスなんですね。翼の頭で白くなるような広い範囲がある。そしてですね、11日15日、これも見たかったんですが見れなかったのが大鷹ですね。大鷹も来るんですよ、この大阪南港。もう本当に素晴らしい。ハヤブサや長原坊も来ますけどね、そういうワシタカの仲間が冬これからですね見れる、ぜひ行かれたらと思います。でまたあのオーソリティエキスパートの方いっぱいおられますんでね、あそこにおるよとかね、いろいろ話をね、そばで聞いてるだけでも勉強になりますからね。大鷹ですね、貫禄ありますよね、これもカモなんかは、大判とかカモ、大鷹にとっては食べ物ですね。で大鷹よりちょっと小さいね、のはハイタカいうのもいます。これハイタカ飛んでます。ハイタカは胸がですね桃色のストライプが入ってますね。はい、そんな風にしてですね、大阪南港これからの季節はワシタカの季節。ああ素晴らしいです。これまた行きたいと思います。見てくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。